ちゃんとこれかけるのをお前した方がいい。かけた方がいい。かけた方がいい。引き上がりするか。引き上がりして上がってきましたの時にこう上がる。今見てた。ももちゃんは多分だけど引き上がりこうするっしょ。親指でこのまま毛当て映すんで、このまま毛当て映すんでじゃなくて、毛上がりするときに親指にとって親指これの練習した方がいい。そうするとまず倒立上がったときにこれだと押せないの。これだとしっかり押せて安定するのね。だから毛上がり倒立で試合で落ちにくくなる。足にあーって落ちちゃったり落ちにくくなる。安定して倒立ができるようになるから絶対にこれで覚えた方がいい。車輪に行くときに器用にこう入れ替えて、まあ、まだ車輪打った？車輪まだ5秒。ああ、車輪とかの時はこれでいいけど、ツイストとかやるときはこれツイストやるときにこうとか、うん、将来いろいろ器用に指の入れ替えができるようになると安定する。だから親指かけて倒立することはもう今のうちまで解いて絶対これもやってない。みんなずーっとこう。アメリカ人これ本当、うん、私も途中までこうやったって、うん、押せる子は押せるんだけど、こっちの方が将来こういうのとかも全部しやすいし、こっちに行くこと少なく、今のタイミングで親指かけて倒立しました。あーって行くときには抜いて、してぐるん、そうできなくなる。だからこれこうなってるから、こいつが無駄ですよ。こうしっかりかけておくことで、こっちに入ってたから、この毛穴の練習しようか今から、ね、今日プロで行ってきて